かしいな。今日来ること伝わってないのかな。すみません。すみません、冷たい、大丈夫ですか。鼓動がない、大変、救急車呼ばなきゃ。うるせえ、人んちでギャーギャー騒ぎやがって。当たり前だろ、俺様を何だと思ってんだよ。だって心臓動いてなかった。何って決まってんだろ、お前をいただくんだよ。アヤト、何ですか創造主。レイジか。ここはエントランスホールですよ。仮にも客人を迎える場所です。そういうことは自分の部屋でやりなさい。ああつまんねえの。助けてください。あなたは。小森ゆいです。父がここにお世話になるようにって。聞いてませんね。あえてどういうことですか。ああ、俺が知るかよ。つうか父なし、お前そんなこと言わなかったじゃねえか。それはあなたがいきなり襲いかかってきたから。父なしってそれ私のこと。当たり前だろバーカ、そんなこともわかんねえのかよ父なし。おかしいですね。私は何も知らされていませんが。あなたたちは。ここで話というのもなんですから、とりあえずこちらへ荷物頼みます。ではまずは礼儀として勝手に上がり込んだあなたのことから話してください。あ、はい、あのおやおやおや、こんなところに可愛い人間の女の子だって。うん、甘くていい匂いだね。僕にも舐めさせてください。甘いです。二人とも初対面の女性に対して少しぶしつけなのではないですか。ええー、美味しそうなものを見たらすぐに試さないとね、カナト君。はい。お前らいい加減にしろよ。こいつは俺様が最初に見つけたんだ。こいつの初めては全部俺様がいただく。だっせ、俺様俺様って聞き飽きたんだよ。ざけんな、その声はスバルだな。出てきやがれ。ここだ。ああ、やけに人間くせえと思ったらお前か。貴重な睡眠時間をどうしてくれるんだ。どこから入ってきたんですか。俺が先に聞いてんだ。誰か聞いていますか。今日からこの方が我々と住むこと。何かの手違いだと思います。お邪魔しました。待ちなさい、私が事実確認をしているのですよ。今出ていくとは失礼だと思いませんか。でもあんたがあいつが言ってた女なのか。シュウ、お前こいつのことなんか知ってんのか。まあじゃありませんよ。きちんと説明してほしいです。あいつがこないだ連絡してきて、教会からの客人が来るので丁重にもてなせと。ああ、
つうことは父なしは花嫁候補ってことか。え？そういうことですか。花嫁っていうか生贄だよね。ああ、あと殺すなとも言ってたな。へえ、じゃあその子とは長く付き合えそうだね。どうやら間違いなかったようですし、きちんと紹介しましょう。あそこにいるのが長男のシュウ、私が次男のレイジ、三つ子のアヤト。次は逃がさねえからな、カナト。また味見させてください、ライト。よろしくね、ビッチちゃん。そして末のスバルです。ちっ、めんどくせ。でも何かの間違いじゃ、花嫁とか全然聞いてないし、それにあなたたち何か変。私、父に連絡が。私の携帯返してください。どうすっかな。返してお願い。何を。こうするんだよ。ひどい。まあまあ、ビッチちゃん、これからは僕らと仲良くするんだから、携帯なんて必要ないよね。僕さっきからお腹ペコペコなんですよ。ほんと美味しそうな匂いしてるね、ビッチちゃん。ヴァンパイアはニンニク十字架太陽に弱いなど、人間が作ったおとぎ話が我々に通じるとでも。それこそ愚かな人間の思い上がりというもの、不愉快極まりない。しつけが全くなっていない。壊してあげる。言ったでしょ、ここに住むなら電話は必要ないんだって。さて、どこかな、ピッチちゃん。当ててみて。どこ行こうってんだよ。こっからはお待ちかねの絶叫タイムだ。思いっきり泣き叫んで俺を楽しませろよな。どうせもう逃げられねえんだからよ。
の日記。どうして？ユイは私に幸せをくれる。もはや自分の子ではないという事実は何の意味も持たない。大事な授かり物に日々感謝するのに。どういうこと？私、お父さんの子じゃないの。なんでお父さんの日記がここにあるの？よりによってこの部屋に入るとは。ここは誰も立ち入ることのできない開かずの間なんですよ。また新しい鍵をつけなければいけませんね。あんた、どうやって入ったのかな、ビッチちゃん。餌なんだからじっとしててくださいよ。私は餌なんかじゃ。すべこべうぜえんだよ。ああ、もうスバル君また。うるせえ。その顔最高にそそるな。僕もいただいちゃおうかな。僕も舐めたいです。あなたが把握しなければならないことはただ一つ、我々から決して逃げられないということです。相変わらず回りくどい言い方だな。逃げたら殺すって言いゃいいんだよ。やめ、もうやめて。悪い、俺が倒した。よう父なし。覚悟はいいか。目の前にあるものを全て奪い、手に入れた獲物をなぶるのは支配者の特権。止まらない絶頂へのプロローグ。どこまでも落ちてもがけ。